3階6階のキリコラウンジ10階の銀町ダイニング、東急プラザ銀座は、東京都中央区銀座5丁目の銀座、月屋橋交差点に面する、物販店舗、飲食店舗、駐車場からなる再開発の複合商業施設。東急プラザ銀座は、銀座 TS ビルの跡地に、東急不動産ホールディングスのグループである、東急不動産株式会社の再開発事業で、 開発、運営を手掛ける都市型商業施設、東急プラザシリーズの銀座エリアで初めての施設。立地的には商業都市である銀座、スキア橋の中央部に位置し、人通りの多い外堀通りと晴海通りの交差点に面する高立地である。建築的には銀座エリアが継承する歴史ある伝統と未来に向けての革新とが共存する街にふさわしい。 伝統工芸の江戸切子をモチーフとしたファサード都市、銀座、月屋橋交差点の新たなランドマークを目指している。コンセプトは、銀座らしさに磨きをかける、クリエイティブジャパン世界は、ここから、面白くなる、建物の特徴は、来会社が自由に安心してい越えるスペース、都市の広場を備える。ファッション、ライフスタイル、フードカフェ、 レストランなど125店舗を揃えた商業施設、市中空港が多面税店を設置する、地下1階において、旧ビルと同様、地下コンコースで東京メトロ、丸の内線などの銀座駅と直結する、2016年3月31日開業した、店舗営業時間午前11時午後9時、ありがとうございます。